こんにちは、創価塾のコブです。ノーリスクでお金を稼ぎたい失敗をせずに成功だけしたいそれはね誰しも思うことなんですけどもまあその方法がないでもないんですよというのがあのビジネスに関しては売上げの公式ってあるんですよねまあ一つ目が商品持ってますかってことなんですよ商品がなかったらそもそも売上げって立たないですよねまあ商品でなくてもサービスでもいいんですよ であなたが提供できるサービスに価値があればいい商品に価値があればいいってことになりますそれをお持ちでしたら結構ねノーリスクで売り上げ上げることができるんですよいかがですかありますか2つ目の要素3つ,は3つあるんですけども2つ目の要素あなたに見込み客がいますかってことなんですよ媒体がありますかってことなんですよ自分が何か発信したらそれを確実に聞いてくれる人が何人いますかってことなんですよ今までの人生の中でどのぐらいそれを作ってきましたかってことですよねそれがないんだったらリスクは結構高まります それはねあの私のせいではもう何でもなくてあなたの人生のせいなんですよ。うん、で3つ目がですねセールストークができるか販売ができるかってことなんですよ。人に物売るのどうですか上手ですか下手ですか上手だったらリスクは減りますでも下手だったらリスクは高くなります。という形で商品力媒体力セールスの力この3つをあなたが持っていればノーリスクで稼がせることは私はできます。 でも何も何持ってない。どんな特徴もないどんな特技もないんだったらそれはね結構ななリスクででですよ。だって何もできないでしょ。どんな方法を教えてもそれを熟練するまでに時間がかかるってことになったりコストがかかるってことになったり勘違いをする可能性があるってことを考えると。 教える方がリスクなんではっきり言ってねね教えたくないでですよ、ね、できれば私もね人に何かものを教えるとか稼がせる時にいろんな要素を持ってる人に教えたいんですよ。そしたらあっという間にね例えば3ヶ月ぐらいで売り上げ上げてくれたら私の実績にもなるし教えるのが楽なんですよ。でもほとんどの人は初心者ですとかねパソコン苦手ですとか発信したくありません顔出したくありませんそんなに作業するんですかと何もかもない状態ででも稼ぎたいんですって言うからいやそれはあなたの要素が低すぎてどんな素晴らしい奥の手もね通用 しないいぐらひまあですんでノーリスクで稼ぎたいっていうふうに考えてもしいらっしゃるんでしたらねじゃあノーリスクで稼げるだけのあなた自身がもうねすでにありますかっていうところに目を向けてもらいたいんですよ。私はですね自分でしっかりと自分のことを育て上げることに責任を持ってます。でも他者を育てることっていうのはどこまで素養があるかによってだいぶ違うんですよね。こういうふうに考えてみてほしいんですよ。で私はねあの1日16時間 働いてました。赤字のマージャン屋であなたどうですかねだから私のスタートラインってすごく低いってことなんですよで2つ目借金が40歳まで3,000万あったんですよ3500万ぐらいねあなたはどのぐらいありますかってことなんですよだから私お金もなかったんですよ借金があるぐらいですからであとはねホームレス経験が2年間ありますあの平和公園でホームレスしててましたあなたはホームレスするぐらい住み,住みかもないぐらい困ったことありますかってことなんですよね当然住まいがないんで食べ物だってないですよ 当然人脈もないですあのないないっていうんだったら私の方がずっとないですからね。でない時から私はあのー、その3つのね要素を積み上げることを意識的にも無意識的にもやってきたのかなと思うんですよ。結局は自分を使い切らないと何の結果も出ないんで自分にないものをね嘆いてることはまないかなと思うんですよ。うん、でまあいろいろと申し上げましたけども私はね自分のマイナス面っていうのはこれからも使い続けます昔はマイナスだったったて言い続けます。 だってせっかくマイナスっていう資産があるんですからそれを使わなければ損ですよね。えー、この前トランンンンザムもエンジン故障しましまたけど、チャンスですよね。こういう風に高い車を買ってトラブった時こそ見せていかないとせっかくトラブったんだから。で高い車を悠々と乗るよりも高い車に手を焼いてる方の方がまあいいわけなんですよ。 その見せ場としてもねでそういう過去があるからかっこよく乗れた時がさらにかっこいいわけなんですよねまあそういったこともありますんであのプラスである時がなかなかないっていうのは人生にはね本当に寂しいことなんですけどもどうせマイナスになるんだったらそのマイナスをね使い切っていきましょうっっててことなんですよマイナスっていうのはあ、まあ、物によよっては、ね、人が喜ぶ要素なんですよ自分がモテなかったとかねダサかったとか失敗して借金作ったとかね特にあの謝るところってみんな好きなんですよね。 あのなんかね YouTube とかで喋ってる人が本当に「すいませんでした!」とか言うのはみんな好きなんですよ。テレビでもあの責任者がね謝罪するのが好きなんですよだから謝罪の動画とか謝罪のこのインタビューとかね記者会見でむちゃくちゃ人が集まるんですよね雑誌でもこうやってね頭下げてるところばっかりがすっぱ抜かれるんですよね、まあ、そういった意味も込めて多分ね、あのー、記者会見で謝る人っていうのはとり,とりあえず謝っとけばみんなの熱冷めだろうみたいな感じで。 簡単に謝ったりすするなと思うんですよ心からもうあると思いますけどもそういう風にマイナスっていうのはしっかり使っていかないと損なんですよねじゃあですね今回の動画のまとめですけどもうまくいって成功してっていう人生を繰り返してるんだったら失敗を使う必要はあんまりないと思うんですけども 自分の人生があんまりうまくいってないとか借金も変えちゃったいろんなことでトラブっちゃったっていうこと経験があるんだったらそれをしっかり使っていきましょうってことなんですよ多くの人の共感も得れますしその失敗から学んだことで多くの人をねまた引っ張り上げていくこともできるんで立派な社会貢献にもなると思うんですよねで人の貢献をすれば人の役に立てば必ずそれはビジネスになっていきますそして吉田さんがね結構いいこと言われてましたね結構いいことって言ったのまたね上から目線なんですけどもあのフリーのコンテンツがあるからこそ おそのの有料のコンテンテツまででたたどり着いていてだけるんですよ私が今ねこうやって動画をたくさん作ってますけどこれはねいわゆるフリーコンテンツってい見え方もするんですよ露出を高めていって人間性を知っていただいてで気に入っていただいた方が何回も見てくれるみたいなねこういうのがフリーコンテンツなんですよその先にものを売ってもいいのかそれともものが求められてるのかっていう世界があるんですよじゃあ逆にですね作るものやることなすこと全部有料だったらそんな人から物買いますなんか会った瞬間にセールスが始まるみたいなね買います うん、なんで私の動画をいつも見るかっていうと動画を見るのもただだし私がねいくら見てもセールスをかけてこないからあ安心するんだと思うんですよ。 だからそういうところなんですよね。吉田さんは動画を見ているといつかセールスが来ますけども、それも込みで見てるんで、ある程度の覚悟があるんで、また物が売れていくってところもありますけども、じゃあ見るたんびにね、仲も良くなってないし、どんな人格なのかわかんないけども、セールスばっかり来るっていう人から物買いますかってことなんですよ。まあそういった意味でね、えー、ノーリスクで億万長者になる方法、ノーリスクでお金持ちになる方法っていうのは、たくさんこの今回の、ね、動画の中に隠されてるんだ、隠,さ隠してないですね、全然表現されていたんじゃないかなと思います、えー。ぜひね、動いていただきたいと思いますし、あと自分の能力の棚卸しをしてみてください。 い。い、えー、商品持ってまますすかか媒体知り合いますかそしてセールスする勇気があなたにありますかセールスする言葉を持っていますかってことですよね人の気持ちを動かすためにセールスっていうのをするわけですよそして人の気持ちが動かせなければセールスはできません人の気持ちを動かせるほどの表現力コミュニケーション能力高めていましたかってことなんですよ全ては自分の人生の総決算が毎日訪れてるってことなんだと思いますそれでは失礼します